TNT アルバムイントゥイション。ディストーションロックギターでよく見られるルート音と5度とルートのオクターブ上で構成されるパワーコードといわれるメジャーコードワーク、さらにはオクターブ上のルート音を半音下げたメジャーセブンス、とどめはルートの4度上を足したサス4と呼ばれるコード。これらの組み合わせで生まれるサウンドは何とも言えない爽快感とどことない憂いを生み出し、80年代特有のあのメロアッパーなハードロックを作り上げるのに大きな影響を与えてきた。ロッケンのバーニングライカーフェ、バンヘイレンのパナマ、ラットのアイウォントアウーマンなど、開け出したらキリがないこの手のギターワークで作り出される曲の数々の中において、最も有名な曲の一つが TNT のイントゥイションであろう。イントゥイションはノルウェー出身のハードロックバンド TNT の発表した4枚目のスタジオアルバムであり、ライトを当てまくった園子さんもびっくりの美白効果、どこぞの業界のパネルマジックプロフィールのように美男子に映し出されたミュージックビデオ、それこそ王道のメジャーセブンスワークによる爽快感満載のサウンドで、当時のキッズが行ったことも見たこともないくせに、これはまさに北欧だなと、場所的にどの辺が北欧なのかも知らないながら勝手に北欧メタルなるジャンルにカテゴライズしていた。当時のキッズが皆絶対に一度は聞いたことのあるある意味知名度の高い名盤であった。令和になり、もはや7弦ギターが当たり前になってきた近年では、ほとんど聞くことがなくなったハイの G や F のコードが生み出すこの手のサウンドは、さすがに今聞くと80年代を熱く過ごしてきたメタルキッズ改めメタルパパの世代でもちょっと恥ずかしくなってしまうことを受け合いなんだ。俺も昔ギターやっててなぁなんて言いながら根っこを握るとついつい弾いてしまうフレーズだったりもし、何を隠そうアイアンバディの楽曲ブラックイズザニューイノセンスに関してもこの手の進行をふんだんに使ってしまっているのだから、この手のフレーズの中毒性には少し注意したいものである。しかしこの TNT というバンド名、当時のアクション系映画でいつも登場していた TNT 爆弾と何かつながりがあるのかは知らない。 TNT 爆弾の主成分となるトリニトロトルゲン、非常に重量が重いため航空機搭載用ミサイルには向いていない。ご使用の際は何卒ご注意いただきたい。ロックンロールインスティチュートボーナストラック、アイアンバニーの南です。今回私が紹介するロックの名盤はこちら、 TNT のイントゥイションです。このアルバムを聞いた時に結構私のタイプっていうか、すごい私にも刺さったアルバムだったんですけど、これは、北欧メタルっていうことで、北欧、ちょっとよくわかんないんですけど、でも、なんとなく、この爽やかな感じとか、明るくて、この人たちからもわかると思うんですけど、ちょっと肌が白くて、なんか、寒そうなところにいて、髪の毛でちょっと暖を取っていそうな感じの人たちなんですけど、すごい爽やかな感じとかポップな感じが私にも刺さったアルバムで、すごい好きになりました。で、この TNT っていう名前なんですけど、最初 TNT ってやっぱりなんかの略なんだろうなって思っていて、で、その TNT ってみたいな感じで、この英語3文字とか、まあ何でも3文字に略されてるのって結構いろんなところにあると思うんですよ。街中でも、そのグループ名とかでも、それこそあったりすると思うんですけど、TNT は何の略なんだろうっていうふうに考えたときに、やっぱり私は、例えば、溶き卵、煮卵、卵みたいな、なんか卵とかトマト納豆かけ卵みたいな、ちょっと食べ物しか思い浮かばなくって、どんなやつなんだろうと思ったら、ちゃんとなんか爆弾の名前だったので、あ、しっかりロックでちょっと良かったなって思いました。はい、ということで、そんなTNT から学んだ格言はこちらです。どん、 T 虜に、 N なっちゃう人、 T たちです。はい、もう TNT で完全にね、ちょっと遊んじゃってるんじゃないかなって思われちゃうかもしれないんですけど、本当に私はなかなかこうロックを学んできて、
でもロックにあんまり触れてなかったんで、学ぶまでは。なのでこのドンドンドンってなんかズンってくる重い感じとかではなく、爽やかな感じとかポップな感じが私にはすごくいいなって思ったアルバムだったので、これからもちょっと TNT 聴いてみたいなと思いました。ということで以上、ロックンロールインスティチュートボーナストラック、今回は TNT のイントゥーションをご紹介しました。本編を聞き逃してしまった方は、ぜひラジコのタイムフリー機能を使って聞いてみてください。以上、アイアンバニーのミナミでした。次回も全突破でロックンロールだー。